ん？ですが、もう放射院に入るって伝えちゃいましたし、今日からすぐ仕事を任されて。では、給料は放射院の倍を出させてもらおう。それでどうだね？え？倍ですか？わかりました。放射院はやめて、あなたのお店で働きます。いい返事だ。それでは、これからよろしく頼むよ、桐谷さん。放射院、ここがさっきの男を引き抜かれた店か。ああ、来てくださったんですね。お待ちしてましたよ。ん？あなたのような凄腕の経験者に来ていただいて本当に助かりました。これからよろしくお願いしますね、桐谷さん。いや、桐谷店長。何を言ってるんだ。俺は桐生だ。桐谷ちゃんなかったっけ。まあいいや。さあさあ、どうぞ中へ中へ。さあさあさあ。おい小雪ちゃん、新しい店長さんが来てくれましたよ。お待ちしてました、桐谷さん。あら、どうかしたの小雪ちゃん。この方、資料に貼ってあった写真のお顔となんか違う気が。写真写りが悪い人なんじゃないの？もしかしたら気にしてるかもしれないわよ。あなたも一流のキャバ嬢を目指すなら、そういうデリカシーのないことを軽く口にしちゃダメよ。いや、でもそういう次元じゃないくらい違いますよ。人違いなんじゃないですか？人違い？はあ、小雪ちゃんったら何を言ってるんだか。うん？先ほどはすみませんでした、桐生さん。まあ気にすんな。あんた、ここのオーナーなのか？はい、申し遅れました。私、この店、放射院のオーナーのユキと申します。こちらはうちのナンバーワンの小雪ちゃんです。どうもこんにちは、小雪です。ほう、ナンバーワンか。すごいじゃねえか。ありがとうございます。まあでも、ナンバーワンといっても、うちには女の子は3人しかいないんですけどね。3人。ちなみにスタッフもオーナーである私一人です。だから最近は店を回すことができなくて、ずっと営業できずにいたんです。追加スタッフもなかなか見つからなくて、ようやく探し出せたのが桐谷さんなんです。そういえば桐谷さん来ませんね。もう約束の時間は過ぎてるのに。その桐谷という男なんだが、多分この店には来ないと思うぞ。え？さっきその男がスーツを着た男に買収されているのを見かけたんだ。給料を倍出すから放射院に行かずうちに入れと。そんな。どうします？今日は久々にお店を開けるって結構お金かけて宣伝したんで、お客さん来ちゃいますよ。まずいわね。これで営業できなかったら損失は莫大。お店の信用もだだ下がりよ。あー、どうしよう。せめて手伝ってくれるスタッフがもう一人でもいれば。俺はやらないぞ。そこをなんとかお願いしますよ。今日だけはなんとか営業しないと、うちのお店はおしまいなんです。ちゃんと日当としてお給料は出させていただきますので、お願いできませんでしょうか。そうは言ってもキャバクラの店長なんてやったことないぜ。大丈夫です、うちは初心者大歓迎的な方向性のお店ですから。私たちもいろいろサポートさせていただきますし。だが、お願いします、桐生さん。今日は久々にうちのお客さんが来てくださる大切な日なんです。楽しみに待っててくれたお客さんたちを裏切りたくないんです。
無理な頼みであることは承知の上です。でもお願いします。お願いします。仕方ねえな、今回だけだぞ。いいですか。ああ、だがさっきも言ったように俺は素人だ。あんまり期待しないでくれよ。キリオさん、ありがとうございます。ユキさん、そろそろ開店準備をしないと。そうね。ではキリュウさん、いえ、キリュウ店長、よろしくお願いしますね。ありがとうございました。ふぅ、なんとか乗り切れたな。キリュウさん、ありがとうございました。本当に初めてですか。経験者みたいでしたよ。私も思いました。キリュウさん、才能ありますよ。お世辞はいい。だが、なかなかいい店だと思うぜ。客もみんな、この店を気に入ってるようだしな。ありがとうございます。おやおや、スタッフを引き抜かれて、営業できずに落ち込んでるかと思いきや、楽しそうじゃないですか。あいつは、あの引き抜きの男。神崎さん。神崎。神崎グループっていう巨大キャバクラ経営企業の会長さんです。私たちに嫌がらせや営業妨害をしているのはこの人なんです。小雪ちゃん、まだこんなしょぼい店舗にいるのかい。早くうちに来なよ。可愛がってあげるからさ。お断りです。釣れないね。ま、そんなところが君の可愛いところだけどね。神崎くん、今日は何の用？また邪魔でもしに来たのかしら。きついなあ、ゆうきさん。今日はね、これを持ってきたんですよ。これは？キャバクラグランプリの案内です。キャバクラグランプリ？何なんだそれは。全国からの競合キャバクラ店が集まって売上ナンバーワンを競う業界最大のイベントです。グランプリで優勝したお店は宣伝効果で超人気店になると言われています。ほう、そんなものがあるのか。ええ、ちなみに去年のチャンピオンはそこにいるキララさんが率いるお店、蒼天堀サンシャイン、神崎グループ最大、そして日本最大の売り上げを誇るお店です。どうも。なんと今回は特別推薦枠としてフォーシャインが選ばれたんです。でもフォーシャインは在籍キャバ嬢の関係で出場資格を満たしてないはず。一体どうして？いやー、私も元同僚としてフォーシャインがこのまま潰れるのを黙って見てられなかったんですよ。そこで大会本部に掛け合いまして、今回特別に推薦枠を用意してもらったんです。ほんと感謝してもらいたい気分ですよ。よく言うわよ。本当はフォーシャインにとどめを刺したいだけでしょ。とどめ？全国から強豪が集まるキャバクラグランプリに弱小のフォーシャインが参加してもボロ負けするのは確実。大会でそんな恥をさらしたら店の評判や風格はダダ落ち。ただでさえ経営難のフォーシャインがそんなことになったらもう生き残ることはできないでしょ。そんな。おいおいおい、ダメじゃないかキララ。こっちの思惑をバラしちゃ失礼だろ。ま、せいぜい頑張ってくださいよフォーシャインの皆さん。それじゃ大会でお会いしましょう。あっかんぴーた。どうしよう。ユキさん、大会本部に事情を伝えて辞退した方が。ユキさん？小雪ちゃん、出よ、キャバクラグランプリ。え？でもこのままだと出ようと出まいとフォーシャインはもうすぐ潰れてしまうわ。
もちろん勝てる見込みが薄いことは分かってる。でも可能性が少しでもあるなら、たとえ恥をかいてでも私はそれにかけてみたい。戦わないで負けるのも嫌だし、どうせ死ぬなら戦って死にたいじゃない。ユキさん、それに私は信じてるんだ、このお店を。小さいけれど他のどのお店よりもお客様を大事にできる、そんなお店が負けるわけがないじゃないってね。そうですね、やりましょう、ユキさん。よーし、そうと決まればあとは突き進むのみ。キリュウさん、頑張りましょうね。ああ、え、俺もか。お願いしますよ、乗りかかった船じゃないですか。それにキリュウさん才能ありますってね。そうは言っても俺もいろいろとやることがあるし。可能な範囲で構いませんからね。お礼も必ずしますし、メリット満載ですよね。ね、まったくしょうがねえな。わかったよ。やったー、キリュウさん、絶対キャバクラリーグを勝ち上がってこのお店を人気店にしましょうね。ああ、そうだ、せっかく仲間も増えたことだし、久々にあれやろうか。いいですね。あれ、行きますよ。わー、うん、うまく決まったね。キリュウさんも次はちゃんと覚えて一緒にやってくださいね。ああ、もしかしてとんでもねえもんを引き受けちまったのか。はい。イエス。Yes!
はい。キャバクラバトルスタートです。さあ、ついにやってまいりましたリーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。全力でいきますよ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼう。
か。ああ。
ああ、バトルスタートです。さあ、ついにやってまいりました、リーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。本気でいくよ。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの。いいえ。何？
キャバクラバトルスタートです。さあ、ついにやってまいりましたリーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。勝負です。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼう。
や。
キリュウさん。いや。はい。バトルスタートです。さあ、ついにやってまいりましたリーグチャンピオンシップ。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。本気見せてあげるね。負けらんねえな。キャバクラグランプリナンバーワンをデラボーン。ああ。なんだって？はい。
お？おう。What？すみません。ん？うん。ああ、キリュウちゃん。なに？いや。はい。
ああ、クラバトルスタートや！キャバクラグランプリ司会のゴーロマジマです。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。かかってきなさい。負けらんねえな。宿命の最終決戦、ついにスタートや！そうだな。
いや。ちょ。ん。Okay.